それではこの試合をハイライトで振り返りましょう。先発鎌田、これは1回2アウト1塁2塁のピンチ、井口をライトフライに打ち取りました。2回の裏、先発の小野から草野がセンターへ今シーズンの初ヒットを打ちます。牧田もレフトへヒット。これで草野が三塁まで走りました。好走塁、徹底がこのナイスバッティングで犠牲フライ、草野が帰りました。今日も先制点はイーグルスです。3回の鎌田はワンアウト二塁のピンチで、まず角中をスイングアウト、ホワイトセルをストラックアウト、連続三振でピンチを切り抜けました。4回の裏、ワンアウト一三塁のチャンスをつかみました。この牧田のこの当たりをセカンドの鈴木のエラーで増田がホームインしました。相手のタイムリーエラーで2点目を取りました。鎌田の5回、インタビューにもありました、フォームを修正して今江をサードゴロ、鈴木はいい当たりでしたがファーストライナー、岡田をショートゴロ、追加点の欲しかった楽天、5回の裏ワンアウト2、3塁、小野から銀次がレフトへ犠牲フライ、追加点の3点目が入りました。さらに7回の裏、2アウト2塁で銀次、この試合で初めてのタイムリーヒットが出ました。4対0です。この4点目が効いています。鎌田の8回のマウンドですが、2アウト3塁、このホワイトセルの当たりが内野安打になります。岡田がホームインして4対1、1点を失いました。そして8回の2アウトから登板した青山が9回ピンチを招きます。岡田がセンター前にタイムリーヒットを打って4対2、角中がレフト前へタイムリーヒット、ロッテ4対3、最後ホワイトセルの勝負、スイングアウトの三振に打ち取りました青山、ヒヤヒヤさせましたが逃げ切りました。4対3の逃げ切り。